指揮官の皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日は、ついに明日登場、事前登録者数300万人突破の超待望ガンガール RPG、ニケがリリースとなります。こちら、今始めれば豪華報酬がたんまり獲得できる方法、そして開発陣の本気度、これはもはや神ゲーです。このゲームの魅力とともにご紹介していきたいと思います。要はラプチャーに占領された世界、世界の終末の中で指揮官を支えるニケたちとともに人類の生き残りをかけて戦っていく、なんともシリアスなストーリーと、リリース時は総勢62名にわたる魅力的なニケたちとともに生き残りをかけて戦っていくことになります。このニケ、何が魅力的か、世間ではこの魅力的なニケニケと言われていますが、違うんです。それはバトルシステムにあります。公式のプロモーションビデオから抜粋しているものですが、こちらをご覧ください。このニケのバトルシステム、いかに魅力的かがよくわかるかと思います。見てください。この通り複数人のニケを編成し戦っていくことになります。この爽快感、そしてビジュアルの美しさ、そしてド派手なバトルシーン、さらにニケは防御型のニケ、さまざまなニケが存在しており、必殺技も用しています。第3段階まで発動が可能。この通りフルバーストに突入すると火力全開でものすごいバトルとなっていきます。このバトルシーンですね、皆さん言います、ニケのこの後ろ姿、この後ろ姿がとにかくたまらない、そんな方々もいらっしゃいますが、違います。トラえもんは思います。これはバトルシーンがとにかく半端ない、爽快感が半端ない、これがニケの魅力です。ここまで作り込まれた FPS のようなバトルはなかなか見たことがありません。トラえもん、非常に楽しみにしているゲームの一つです。ということで、いよいよ明日リリースとなりますが、本日その豪華報酬および獲得方法がリリースされましたので、こちらをご覧ください。まずはリリース特典、無料ガチャ110連、人気 SSR2 体、人気 SR1 体と超豪華報酬となっています。まずはログインボーナスです。11月4日から11月18日までの計7日間ログインをする、そしてデイバイデイイベント、初回ログイン日より14日間ミッションをこなすことで報酬を獲得できます。そして事前登録者数300人達成報酬、こちらはゲーム内のメールボックスから報酬を受け取ることができます。そしてさらにメインステージクリア報酬、これはチャプター9までクリアすることでゲットできる報酬です。必ずゲットしましょう。続いてトライブタワー報酬ですね、こちらは70回まで到達すると合計報酬としてジュエルが4200個手に入り、合計でかなり魅力的な報酬を獲得できるものとなっています。これは忘れずに獲得しましょう。そして最後にこのニケ、何がすごいのか、そう、これが今後神ゲーになっていくであろうゆえんとなりますが、開発陣の本気度です。これは開発陣からのメッセージです。以前このニケはクローズドベータテストが行われていました。そこから何をどう改善したかが詳細に書かれています。詳細です。戦闘とバランスに関する変更内容、チャージ式の武器であるランチャーなど様々なものを情報修正、下方修正したりですとか、クラスの変更、また難易度についても微妙な修正が行われたりしています。さらにさらにシューティング面での機能的な改善部分についても詳細に説明がなされています。また利便性と問題点の改善など細かいですよね。ここまでリリース時から開発陣がメッセージをこうして発表するというのはなかなか稀のことかと思います。そして最後にこれです。皆様にとって最高のゲームではないかもしれません。しかし、これだけは確かです。今までこのゲームのために努力してきたように、これからも努力し続けることを私と開発チームがお約束いたします。
こんな異例のメッセージ出しますか。ドラえもん、さまざまなソーシャルゲームを見てきましたが、リリース時にこんなメッセージを出すゲームは初めて見ました。もうこれは神ゲー確定と言ってもいいでしょう。いよいよ明日からリリースとなります。朝7時プレイ開始です。さあ皆さん、この魅力的なバトルシステムと開発陣の本気度が伝わるニケ、楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。